催眠療法の個人セッション。これは1対1でやるやつなんですけども、こういうのがやります。で、標準コース、年齢対抗コース、全盛コースとかっていうのがありまして、で、催眠の詳細説明をしてですね、で、意識を子供の時代に向けてですね、お母さんのことを思い出しながらですね、催眠の状態になっていくとかですね。で、それからこっちの方は、これ意識を幼児期に戻して心の傷を癒す。ほんで、こっちの方が、前世療法、過去世解決というのは前世療法のことなんですね。で、人生の目的を知るという、こういうふうな、2日間で行う催眠療法のコース、これが一番人気なんですけども、ほんで、これは1日で行うやつと、こっちも1日で行うやつというふうな形でですね、朝から晩までみっちりやるというのをやってます。で、そうすると非常に効果的なんですね。普通の催眠療法のところは、催眠の時間になってきて、大体2時間とか1時間とかでやって帰ってくるって言うんですけども、その催眠の状態になってもですね、せっかくなって、盛り上がってきたなと思った時に終わってしまうっていうのが圧倒的に多いんですね。ところが、朝から晩までやってますんでですね、とても深い催眠の状態に入ってくるというふうなことで効果的なんですね、こっちの方が。これを2日間もやっちゃいますので、もっと効果的になる感じで。で、この中の、催眠のですね、中でですね、まず、催眠の状態の意識状態とかってなってみますとですね、こっちの年齢対抗と意識を子供の頃に戻すんですけども、全てが頭の中の子供になるんじゃなくて、子供の意識と大人の意識が同居してるという、そういうふうな状態にしていくんですね。で、そうすると年齢対抗時は子供の意識と大人の意識の両方が存在しているために、知識経験の少ない子供時代に誤解していた意見と、知識経験の豊かな大人の意識で正しく感じられると。普通の意識状態でも子供の頃のことを思い出せるんですけども、思い出す内容っていうのは子供時代に誤解していたことを思い出してるだけなんですね。普通の意識状態で思い出す、ことっていうのは。ところが催眠の状態になってくると、もっとたくさんの情報がやってくるんでですね、それを大人の意識で正しく感じられるというんで、効果的に子供の頃のですね、辛い心の傷を癒すことができるんですよね。これからまたこんなことも違います。年齢対抗の時に、お父さんをですね、子供の頃に戻して、一緒に自分がちょっとだけお兄ちゃんやお姉ちゃんになって遊んであげると。お母さんを子供の頃に戻して、自分がちょっとだけお兄ちゃんやお姉ちゃんになって一緒に遊んであげるというふうなことをすると、どういうことが起きたかというと、あなたがちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親を感じることができると。そうすると、理論的にではなく、子供の心の奥底からも、両親も辛い幼児期があったんだなとか、ミスをする自分と同じ人間なんだなっていうのが分かるだけでなく、腑に落ちるということなんで、で、普通のその意識状態ですと、自分が子供の頃はお父さんやお母さんははるかに年上で何でもできると。で、何でもできる自分の両親がなぜ子供の頃にそんなひどいことをしたのとかっていう感じでですね、思ってるわけですね。お母さんやお父さんとしたらひどいことしようと思ってたわけじゃなかったんだけども、人間なんで完璧でないんで、完璧な子育てができるんだと。で、ところが自分の方が今度は催眠の状態で、お父さんやお母さんよりも年上な状態になって一緒に遊んであげると、ああ、お父さんやお母さんも子供の頃があったんだとかって、子供の頃つらかったなとかいうふうな感じのことがですね、分かっちゃって、ほんで両親のことがですね、好きになってしまうというようなことができちゃうんですね。両親との誤解が解けると。で、それからインナーチャイルドの癒しというのをやりましてですね、インナーチャイルドという感じですね、心の中の子供の部分なわけなんですけれども、目の前にそういうインナーチャイルドをイメージしてですね、子供の頃のつらかった思いを聞いてあげると。だから欲しかったものを与えてあげると。で、こういうふうにしてですね、ハッピーエンドで、催眠療法を終わらせることなんで、子供の頃に意識を戻して、つらかった子供の頃のことを思い出してどうするのと、つらくなるだけじゃないのとかっていう方がですね、たまにいらっしゃるんですけども、そうじゃないんですよと。一番最後のハッピーエンドで終わるんで、とってもいい気分で、お父さんお母さんのことが好きになったりとか、自分の心をですね、癒すことができるんですよと。そうすると心の中のモヤモヤが取れて、過去に昼寝なされるようになってくるという、そういうですね、非常にいいことが起こるわけですね。で、私たちが子供の頃に体験した出来事、で、それに付随する思いというのがあるんですけども、この成長するに従って、どんな出来事が起きたかって忘れちゃうんですね。そうすると、辛い思いだけ残ると。そうすると、なんか同じようなことが起こると、なんかしないけど辛いんだよね、なんかしないんだけど大変なんだよねとしてですね、これが何だか分かんないんで、ずっと辛い人生を送っていかなきゃいけないんですね。ところが年齢対抗になって、これが辛かったっていうのだと思い出していくと、ああ、これかと。で、これは子供の頃辛かったんで、大人の自分としたらもう対処できちゃうわけですね。そうすると、これが対処できんで、これもなくなるという、こういうですね、すごいことが年齢対抗によって起きてしまうんですね。
それから今度はですね、前世なんですけども、前世って本当にあんのとかっていうふうなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですけども、タイムマシンがあるとすぐに分かるんですけども、残念ながら今タイムマシンがないということは、タイムマシンを作るほど科学は進歩してない状況なんですね。ですから前世というのは非科学的じゃなくて、そのまだ前世を探求するほど科学は進歩していない。でところがですね、この人がカウェハヨっていう人でですね、京都大学の名誉教授で、日本にウンルグ心理学とか箱庭療法とかっていうのを紹介した人でですね、あまりにも素晴らしい人なんで、文部科学省の文化庁の長官までやってた人で、この人が前世っていうのはこういうもんですよっていうのを言ってるんですけども、どういうのかというと、表面意識と潜在意識があって、潜在意識の中にですね、さまざまな人格が存在してるんですよ。でここに今世に近い部分の、人格がひょっと統合膜の力が弱まることによってですね、浮かばせるのが年齢対抗というふうなものですね。ところが今世に近いところじゃなくて、いろんな人格が入っているんで、別の例えばジギルとハイドとかっていうのもですね、一人の人がジギルさんだったりハイドさんだったりしまったやつなんですけども、この中にいろんな人格が入っているんですね。でこういった人格がこうやってひょうひょうとかたぶんに統合膜の抜けてですね、こっちの方に浮かばせたというやつが前世というふうに呼ばれているんですね。でこの前世というふうになってくると、国も違えばですね、時代も違って性別も違ってとかっていう、そういうふうなさまざまな人格がこの中に入っているんですね。ですから前世療法をするとそういうのが分かってくるんですけども、なぜさまざまな人格が存在しているのかっていうのはまだ現代科学では分かってないと。ですけども、このところにある性格のデータ全てが自分の性格を作っているんで、性格改善をするには前世というふうな形で別の人格も見ることができるということはとっても素晴らしいことなんですね。ですからそういった観点で前世をですね、見ていただければ、前世って本当にあるのとかというような感じでですね、前世療法を権威依頼する必要はなくなってくると。この潜在意識下の性格のデータ全体で今の 性格を形成しているので、この全体を生かしていくということが重要なんですよということなわけですね。でまた最近幸いのことにですね、魂の存在を肯定するお医者さんたちが増えてきたと。で例えばこれはですね、矢作直樹っていう人なんですけども、東大の医学部の教授というふうな肩書きを本のところに書いてですね、それで人は死なないという本を出してるんですね。でこの人は死なないというのはどういうのかというと、肉体は滅びるんだけども魂がずっと存続するんですよというふうなことを言ってるわけですね。ですから東大学部、これ ICU なんで、その一番死んじゃいそうな人がですねかかるところということは、生き返ったりとかですね、死んじゃったりとかっていう、そういうふうなドラマをですね一番見てきた人が、人は死なないんですよっていうのはかなりですね積極的な、かなりですね力強いこの魂の存在をですね肯定する本になってくるんじゃないかと。それからこの迷える霊との対話というのは、この精神科のお医者さんが、この C.A. ウィックランドっていう精神科のお医者さんなんですけども、この人がですね、統合失調症上の症状を示す、統合失調症っていうのは昔のキチガイみたいな感じのことを統合失調症って言って、いろんな幻覚に悩まされちゃってる人なことなんですね。なんでですね、こういうふうな人をですね、ずっと治療してきたこの精神科の C.A. ウィックランドさん、この人のですね奥さんが霊媒体質だったんですね。これなんで統合失調症の患者さんにですね静電気を当てると、この憑依してるんだそうですよ。統合失調症の症状を示す人の中で、特別な人、全員が全員そうじゃなくてですね、憑依によって統合失調症上の症状が出ちゃってる人がいたらしいんですけども、そのような場合には、静電気を当てると魂がですね、その人の魂じゃなくて憑依してる魂がポッと出てくると。でこの憑依してる魂を奥さん、霊媒体質の奥さんに乗っけて、そうすると奥さんと話をしてるっていうことは、この霊と話をしてるっていうことなんですけども、でこの憑依をするような霊というのは魂ってことですけども、それはですね、自分が死んだことに気がついてない魂だと。人間が死ぬと魂が抜け出るって言われてるんですけども、この魂がですね、なんかいきなり例えばこの前もありましたけども、観光バスで楽しく旅行してるときに、
いきなり感覚がズドッと落ちてですね、あ、死んじゃったとかっていうような感じだと、自分が死んだことが確認できないですね、そんな感じになってくると、そうするとそれがですね、自爆霊としていろんなところにいるんだそうですね。で、それがなんか自分と波動が合う肉体がってくるところにぴょこっと乗っかっちゃうと。で、乗っかっちゃうと急に性格がこう変化していったりとかしてきちゃうとかっていうふうなことのをですね、そうやって治療するわけですね。で、あなたはもう死んだんですよと。魂が行くべきところに行きなさいとかって説得してあげると、その症状が軽くなると、あるいはなくなってしまうというふうなことがですね、それと治療を30年間行ってこの本を書いたということで、魂がいるんですよっていうところですね、言ってるわけですよね。それからこの本はプルーフ・オブ・ヘブンっていうのはですね、脳神経外科、このお医者さんがですね、自分の脳の中にですね、なぜか知らないですけど、大腸菌が紛れ込んでしまった。大腸菌が紛れ込んでしまって脳死状態になってしまった。で、この時に、自分のお見舞いに来てくれた、自分の病室にお見舞いをして来てくれた人のことをちゃんと覚えていると。目も見えないし、記憶もできない自分の状態になってるんだけども、ちゃんと覚えてると。ということは何が覚えてたの？魂が覚えてないと覚えてられないんじゃないのかっていうのと、この人は実際に臨死体験をしたんですね。自分がその魂が肉体からピュッと離れちゃいましてですね。で、ずっと行って向こうに光が見えたんだけど、光が見えた時に、自分のお姉さんが現れてですね、あなたはまた死ぬ時じゃない、帰りなさいとかって言われて、ひゅーっと戻ってきて生き返ったとかっていう様子を、脳神経外科で自分が働いてる病院に入院して治療してもらったんで、治療の記録っていうのはちゃんと見れるわけですね。で、そうして見ていくと、脳神経外科医的に魂は存在するんだっていうのが通り言ってるわけですね。というふうな感じでですね、魂の存在を肯定するお医者さんたちが増えていると。で、全生療法っていうのは輪廻転生っていう思想のもとに行われてるんですけども、魂が自分自身の成長のためにですね、この人生のプログラムを携えてこの中に入ってきていろんなことをすると。で、この魂の成長が元なんでですね、過去世でいいとか悪いとかっていうなのを捉える必要はないと。魂の成長のために作ったプログラムを実行するだけなんですよと。例えば私たちでしたら善人でありたいというふうに思うんですけども、いつも善人ばっかりやってるとですね、善悪の区別がつかなくなってくるんで、たまには極悪人もやらないといけないよということになっているとか、女性ばっかりやってると男性の気持ちが分かんないんで、魂としては男性もやらないといけないよと。それから、イギリス人ばかりやってると他の国の人のことが分からなくなっちゃうんで、アメリカ人とか日本人もやりましょう。で、凡人ばかりだとつまんないんで、たまには有名人もしましょうねっていうふうな感じで、このいろんな人生を、現在の自分としたら、一つ前の人生はこんな感じ、一つ前の人生はこんな感じ、一つ前の人生はこんな感じというところで、こういった人生をどんなふうなことをやってるかっていうのを、この前世をするとですね、見て、で、ここから来ている悪影響を取り除くっていうことがですね、できちゃうんですね。それからまた、このソウルメイトと想念の意味っていうのを話して、例えば、このお父さん、なんだこの神々神々がうるさいと、どうしてうちのお父さんっていつも神々神々に私に渡るのかしらというふうに思って、前世、過去世に行ってみると、あ、敵対してたと。だから今世はこうやってなんか辛かったんだなと。で、恋人、なんか初めて会った時から、昔から恋人な気がするとかって前世を知ると、あ、奥さんだとかですね。ほんで、上司がですね、神々神々がうるさいと、どうしてこんなに神々がうるさいのこの上司はと思って前世に行ってみるとですね、あ、神々がうるさいだったのかというふうな感じでですね、で、こういうところに来ている過去世の想念の原因を外してあげると、もう過去世からの悪影響を取り去ることができたりとか、あるいはこういったつながりが分かるとですね、どのようにしていけば今世をより豊かに生きていくかっていうのがですね、ちゃんと分かってくるということになるんですね。ですから、前世療法っていうのは非常に有用になっています。それからさらにですね、前世療法を行った後は、人生の目的というふうなのを探るということをしたんですけども、もうこのところで魂というふうなものをですね、感じられるようになってきてるんで、魂の稽古の段階に戻り、今世の目的、自分の人生の目的ですね、今世の目的と、それをいかにしたら実行できるかというですね、そういうふうなことをですね、催眠で探っていくことができちゃう。これ非常に人気なんですね。何のために自分は生きてるんだろうと思いますよね。それから、いろんな人たちとの魂の約束って何なんだろうと。お父さんとの魂の約束は何なんだろうと。自分の恋人との魂の約束は何なんだろうとっていう感じとかですね。そういうのを
見ていくことができるんですね、この魂の教育段階に行くと。それで、それらを上手に対処していくためには、どうやって、どうすればいいんだろうかというようなことなんですね。これから先、自分はどのようにして生きていくのがベストなんだろうかというのをですね、ここで見ることができると。で、この魂は肉体を持つ前に、その肉体でどのようなことをするか、あらかじめ決めていると。これです。これですよね。このあらかじめ決めて、人生のプログラムを携えて、体の中に入っていくと。ほんで、これが運命とかっていうんですけども、で運命っていうと、こんな感じで、一本の道のようにですね、多くの人は思ってですね、いるわけなんですけども、ところが実際はですね、樹木の枝葉のように、たくさんの選択肢があるんですね。で、この催眠の状態になると、このたくさんの選択肢のうちに、今自分はこのところを進んでいるのか、このところを進んでいるのか、このところを進んでいるのかっていうのをですね、知ることができるんですね。で、このところを進んでいくと、こんな人生になるというのをですね、知ることができるんですね。そうしたら、じゃあ本当はここのところを進んでいけばいいんじゃないのというふうなことが分かったら、ここに移る方法を、これ自己方法ですよ、移る方法を知ることができると。結構すごいと思いませんか。で、この魂は前世も含め、多くの魂との間で、今世どのようなつながりを持つか、綿密に計画してきていると。この綿密に計画しているのがこれなんですね。で、この計画の中のどの道を選んでいくかっていうのは人間が決めるんですけども、どこに住んでるかっていうのは普通の修行体では分かんないと。というのは催眠とか瞑想の修行体になると、これが分かっちゃうというですね、これすごいことなんですよ。夢のような話だと思いませんか。ね。それで、でですね、これがそのさっき言った催眠の詳細をやって、年齢対抗をしてですね、で過去世界期、前世療法をして人生の目的をもう見てしまう。という感じでですね、これ2日間コース。で、この連続した2日間でも、ちょっと日が空いても別に構わないでしょうと。で、こういうのを、2日間だとちょっとなかなか休めないんだよねっていう人の場合には、この年齢対抗コースっていうのを先に受けていただきまして、これとこれが同じになってるんで、これに気に入っていただいたら、これっていう感じでとか。それからまた、これは1回受けたんだけども、もう1回、前世体験してみたいよって場合にはですね、こういったコースもあります。というふうな感じでですね、あと半日こなしてここだけでやっちゃおうとかっていうのもですね、あるんですよね。でもこれちょっと忙しいんでですね、なるべく1日以上の方をお勧めします。